こんにちは、吉田です。今回もこの動画を見ていただいて本当にありがとうございます。今回はですね、うんちに学べ継続力の磨き方についてお話ししていこうかなと思います。はい、皆さん今ですね、コロナということで、非常にですねちょっとね時代は暗くなっているのかもしれませんけども、そんな中ですね頑張っている人たちももちろんいるわけです。この動画を見ている人も意識が高い方だと思います。今回はですね継続力、そう何にするにしてもですね結局目標があったらそこに向かって継続的に行動していかないといけません。でよく私に質問があるんですけど、なかなか継続ができませんという方がね、いました。でそんな人にですね僕はですねアドバイスするんですけども、あなたは最近新しい習慣を身につけてますよねと、それを毎日のように意識もしないでやってる習慣がありますよね、それは何ですかって言った時にハテナが出てきたんですね。でこれ実際に皆さんもそうなんですよね。このコロナ禍の時代、この3年前やってなかった新たなことをやってるんです。これ何だと思いますか？はい、これはですね皆さんが今顔につけてるマスクです。もうマスクをつけるのも皆さんは意識しなくても無意識にマスクをつけないといけないと思ってつけてますよね。でもうつけてない人を見ると、うわあの人大丈夫かとか思ってる人もいると思います。このように無意識に行動にできるようになれば、目標達成、夢っていうのはスイ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 叶っていくんです。で僕自身が今大事だと思っているところはゴールを達成することなんです。で今回のねこの動画でお伝えしていきたいのはうんちに学べ継続力の磨き方なんで、このうんちをするときも皆さんそうなんですよ。きっと頑張ってないんですよね。絶対に生きていくためには必要な行為なんですね。うんちをしないとどんどん太っていくわけなんですよ。でここにうんちをすることに頑張るっていうことはいらないですよね。なのでこの捉え方をしっかりとできておけば、あなたもうんちをするように無意識に、そして夢を目標を叶えていくことができるんです。このですねあの捉え方っていうのは僕はすごい、この前回ですね経営者の先輩が来た時にバーで一緒に飲んでた時に、で質問がバーテンダーのねスタッフさんから質問があった時に先輩がこうやって答えてたんですよ。私はですね痩せたいんですけど痩せれないんですよ、だけど痩せますって言ってた人いたんですよ。でその時にこのうんちの理論で、大体ねうんちする時に君は無意識にやってるんだろう、でそういうことなんだ結局言うと、無意識になれば絶対に無意識にして習慣化させれば絶対目標や夢なんか叶っちゃうんだよということをお話ししました。これすっごく面白いなと思って、よくですね皆さん僕もそうなんですけど、頑張ります、やります、やりたいです、どこどこに行きたいですって言ってるんですけども、こういう言葉の使い方をしていると絶対に無意識にならないので、まだ意識、今発言したことによって意識してるだけなんで、夢や目標は結構遠いと思います叶うのはね。だからこそ無意識に習慣するように、マスクをつけるように、歯を磨くように、そしてマスクをつけるように、そうね、ここを意識すれば確実に夢や目標は叶っていきますので、ぜひここのポイントだけね今回の動画を押さえていただければと思います。私もですね無意識にやってる習慣、そうですねカフェに行って仕事をしたりとか、そして毎朝やりたいこと、そしてメモに書き出して、そして実際に手や足やを動かして行動に移すということをしております。そうすればですね自然と収入レベルも上がってきますし、やりたいこともどんどん叶っていってるんですね。今回ですねうんちに学べ継続力の磨き方についてのお話でした。ぜひ今回の動画が良かったと思った方はいいねと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。